お元気ですか？谷村新司です。街を歩いていると、どこからかクリスマスソングが流れています。ポインセチアの赤、これが嬉しい冬の時間。マフラーやダウン、そして手袋、これが必要になってきましたよね。今日も一緒に、心をあったかくしていきましょうね。谷村の気ままな一人語り、あなたと一緒にラジテでゆっくりとスタートしてまいります。今回のテーマは、誕生日です。そう、誕生日。今年73回目の誕生日を迎える谷村です。正直言いまして、73回も誕生日迎えたんだって、改めて考えるともうびっくりですね。大体普段年齢を忘れて走り続けている自分にとっては、唯一年齢を感じさせられる、これが誕生日。そんな気がしております。子供だった頃、ちっちゃかった頃の誕生日っていうのは、なんかプレゼントをもらえて祝ってもらえること、これがただ嬉しかったという誕生日。普段からさりげなく、両親に、こういうものが欲しいなとかっていうのをさりげなく伝えながら、それをもらえた時の嬉しさっていうか、だから今思えば家族からの愛に包まれる日、もうこれが子供の時代の誕生日の感覚。そしてやがて、そんな子供の時代から学生の時代を経て大人になり始めていった頃っていうのは、誕生日に何をもらえるかじゃなくて、誕生日を誰と一緒に過ごすか、これがすごく大きなポイントになってきますよね。恋人と一緒に過ごす、これが一番の目的になっていってる。それが誕生日。大人になり始めた頃の誕生日っていう気がします。やがて、時が流れていくと、家族に感謝される日。お父さん、長い間、お勤めありがとうございます。これからも頑張ってね、という。なんかそんな、激励される、そんな誕生日になっていくという。徐々にその変化していってるんですよね。そして、時が流れてくるとやがて、一緒に、こうやって生きてくれてる人に対する感謝を伝える日へと変化していくような気がいたします。